例えば外からスマートフォンでお風呂にお湯が貯められる。さらに玄関に鍵がかけられたり、エアコンのオンオフも。それがスマートハウス。どなたですか？新しい秘書です。どうして君が？スマートだから。自分で言いますか？言っちゃいました。スマートハウス、それはトヨタホームのこれからの家。家と車と情報システムで次の暮らしを考える。